どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。来週はコラボとかイベントがなさそうな感じがしますね。どうもゆうころです。今日は未知の新星シンフラ登場ということで、ちょっとこちら見ていこうと思います。はい、現在ですね、百式そして千珠と、来ている未知の新星なんですが、今回新しくシンフラが追加されます。英国の満竜が追加されるみたいです。シンフラでもちろん今回は貴族生で、称号マンジュが獲得できるスペシャルダンジョン、マンジュチャレンジ制限時間25分が先行で登場。このダンジョンは11月11日金曜日18時から挑戦できるようになります。まず通常ダンジョン実装日が、11月14日の12時からですね、来週月曜日の昼12時からで、タイムアタック限定モードが11月11日金曜日の18時から登場って感じです。このシステム僕はめちゃめちゃね、好きじゃないんですけど、はい、僕はめちゃめちゃ好きじゃないです。制限時間25分縛りがあるとね、使えるキャラがマジで限られちゃうんだよな本当に。でゆっくり攻略もできないから、通常ダンジョンの方が僕は好きなんですけど、圧倒的に特に動画撮るときとかはね。でもこのタイムアタック形式って本当に何て言うんだろうね、もうもはやタイムがメインじゃんこれ。しかも25分って昔だったら簡単な難易度だったけど、今のこの25分ってシンプルになんかね、そのキャラ潰しの25分だからね本当に。まあ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 仕方ないですけどね。まあで先に称号チャレンジが来て、11月11日18時から挑戦できます。これ分かってます皆さん、明日ですよ明日。ってことはこれが明日実装されるということは、明日情報とかはなさそうな感じがする。まあそれが今日この後来ない限りは情報はなさそうって感じ。マジやばいね。まあちょっと実際に見ていこうと思います。英国の満竜フラワーは、早急の川柳ですねをクリアしていると出現します。これあくまで通常ダンジョンの話で、称号チャレンジの方は誰でも挑戦できます。はい、道中では強力なモンスターたちがランダムに出現、そして最奥では満樹竜、これ満樹で合ってるよね、合ってなかったら普通にブチ切れるわマジで、満樹竜クバーレーシェンが、間違えました、クーバンシェンが登場します。はい、クリアするごとに大量のコインに加えてスーパーネイドラゴンが必ず10体ゲットできる。また潜在玉だらスキルブーストプラスプラスなどの潜在玉だらも一定確率でドロップって感じになります。はい、スパの絵か、結構僕 P が欲しかったんですけど、まあ、P は別に集めれるからってことなのかな。今回スパの絵みたいです。はい、で、ダンジョンのご注意です。超重力が実装されてます。これね、まあもう当てます。名探偵ユーコル、どうも皆さんこんにちは、この名探偵ユーコルです。英国の満竜の超重力は100分の1になっておりますので、ご注意ください。百式が50分の1、千珠が80分の1、そして満竜が100分の1です。もうこれ当たってます正直。満竜100分の1です絶対当たってるわ。だから例えば通常ダンジョンでいう21億出した場合にダメージが多分2100万ぐらいになるんじゃないかな、多分だけど。まあ、ちょっとでも楽しみではある。なんかね、もう本当アホみたいにおもんない難易度じゃない限りは楽しみ。なんかさ、去年、ちょうど、ね、1年前ぐらいに、確かこの、来月ぐらいか、12月ぐらいに浦田次元が出たんだっけ、確か。でも浦田次元は僕全く好きじゃなかったんですよ。あれ面白くなくて、ダンジョン難易度が。もう本当になんか、あれって、ダンジョンが難しいとかじゃなくて、面白くないダンジョンだったんですよ。3% で確定、3% だったっけ、もうちょい発狂ライン高かったよな。なんかすぐ発狂踏むんですね。もうでもう PDC 使うのが必須みたいな、 PDC 使わないと勝てないよねっていうダンジョンだったんですよ本当に。何にも面白くなかったんだけど、そういう系のダンジョンじゃない限りは結構楽しみ。ギミック体制で潰してくるようなダンジョンがあんまり好きじゃないので、結構パワー系のダンジョンだったら期待したいって感じかな。であまりにも今のところ戦場の難易度がいい感じになっていると、結構いろんなキャラで攻略ができてすごい楽しいダンジョンではあるので、まあ、できればマンジュもそういう難易度だったら楽しみなんだけど、まあ、ただそろそろ運営さんもね、あこのぐらいの難易度にしてもいいのかっていう傾向を掴んできているし、現状は千珠がエルフィールドで周回できる環境であるということを考えれば、もしかしたらね、それなりの難易度にはなるかもしれませんね。はい、これの正直めっちゃ楽しみですねこの新ダンジョン。僕超重力ダンジョンかなり好きなので、はい。で期間中スペシャルダンジョンマンジュチャレンジが制限時間25分が1人モードで登場です。クリアすると初クリア報酬でマンジュが届きますという感じになっております。でこちらマンジュです、いいねという感じ。そしてお、もう出てますねキャラクター性能。なるほど、
こちらが今回ゲットできるマンジュルになります。マンジュルちょっと見ていこうと思います。まずはキャラの方からかな、見ていきましょう。あ、ごめんなさい、武器の方から見ていきましょう。こんな感じです。バインド、亀裂強化3つ、自動回復4つ持ちです。スキルは消せないバインド覚醒無効 HP を全回復、そして全ドロップ6を解除し、キドロップに変化がジョナタンスキルです。これは周回においてめちゃめちゃ強そうですね。これめちゃめちゃ強そう。普通に消せない場合の覚醒無効 HP 全回復あるのも強いし、何より6解除花火ですからね。言うならこれって何が強いって、消せないとかバインドとか覚醒無効とか、あと先制攻撃を食らってる場合はシンプルな、なんて言うんだろう、とギミック回復要因として使えるし、あとシンプルにこの全て当てはまっていなければただの木花火になってくれるんですよね。その場合最短処理で花火打てるところも結構強いんじゃないかなとは思う。本当に周回編成においては結構使える感じの武器になっているんじゃないかなと思います。そして進化後ですね、空番神進化後です。見ていきましょう。覚醒、バインド、スキブプラス、封印、枝豆、蝶つなげし、亀裂強化4つ持ちです。そして、超覚醒はスキブプラス、蝶つなげし、枝豆ドロップって感じですね。まあ蝶つなげし2個持ちの火力アークはもうほぼ確定でしょう。でスキルはこんな感じです。はい、消せないバインド覚醒無効 HP 全回復、自分以外の味方スキルが2ターン貯まる、スキル進化が17ターンです。最大レベル1で17ターンだから、え、これ進化後スキル上げいらないってことじゃない？これね、これ進化後多分これスキル上げいらないですね。ってことは5体集めて進化した時点でスキル場の空番神が使えるんですか。これめっちゃ嬉しいやん。逆に言えばめっちゃ難しいってことかで、その後最終段階の方は全ドロップをキドロップ花火に変化が6ターンって感じです。はい、まあ、1段階目で花火生成ができないので結構周回において使えるかは難しいところになるかな。まあ結構ね、そのめんどくさいスキルであるけど刺されは強いスキルでもありそう。逆に言えばね、木花火打てるからこれが6ターンです。はい、ってことはリーダースキルはあれか、つなげ消しか。お、違う、リーダースキル木の HP と攻撃力が2倍、毒ダメージを無効化、木の6個消し以上でダメージを半減、攻撃力が15倍です。なんか思ったより普通のリーダースキルだった。まあめっちゃ強いわけでもないから使うことはなさそうだけど、まあ、一応毒ダメージ無効持ってるねぐらいの感じではあるかな。 HP2 倍半減あって、まあ主にでも使うとしたらやっぱりじゃあ周回なんすかね多分。まあ一応火力は出せるっていうのもあるし、結構でも使いづらさも感じるので、まあまあまあ、なんか最強ぶっ壊れちゃったわけではないけど、まあ武器とか結構強いのかなって感じでした。はい、まあという感じがね、今回の空番戦でした。はい、ということでね、こちらのマンジュですね、マンジュはなんと明日の18時から登場ということで、もうすぐですね、明日18時だからもうすぐよ、もう24時間後には実装されております。まあ、相当難しい難易度の新ダンジョンになると思いますので、パズドラガチ勢の方はね、ぜひ頑張って挑戦してみてください。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。